もっともっとたくさんの人に歌を届けよう。優勝を目指して。ダンジャパカーが、フォロワーが倍になりました。まあ当然よね。でも大会でまだ何も結果を残せていませんよね。次は絶対結果を残すの。そしてこの学校のみんなと一緒に喜びたい。あんまり根詰めない方がいいよ。次勝てばいいんだし。優勝候補、リエラは結ヶ丘の期待の象徴、スターなんだよ。とにかく行動あるのみ。誰も来ない。どうしてどうして。まああれ、チャンネル登録よろしくですの。ったく、これじゃ中学と変わんねえ。自分に正直に。ラブライブ優勝を目指すならそういう考え方も。でもそれって自己満足になっちゃうんじゃないの。一つの紐と紐が結ばれてつながっていく、それが母の願いでもあると思いますから。私だって最初は何もできなかった。でもみんながいてくれたからなんとかここまで成長することができたの。始まれ新しい私たち。